ひろゆき君から見て、はい、日本人で一番幸せそうな人って誰？なんでそんな嫌そうな顔するんだよ。あなたが思う幸せだと思う人の名前が書いてます。君だね。僕以外のがします。ああ、明石家さんまさん。ああ、人に名前を知られてる人って、まあ、はい、メディアに出てる人も含めて、うん、自己承認欲求を満たさなければいけないっていう欠落を持ってる人なの。自己承認欲求って他人がいない限り満たされない欲求だから。だから、名前が知られてる人って、メディアに出てる人っていうのは、もう欠落持ってるから、基本幸せになれないの。つまり？自分一人で幸せになれないの。じゃあ、無名な人？うん。多分、誰にも知られてなくて、なんか、天外孤独、ずっとのぐそしてるだけの人とか、多分幸せだと思う。これ最近ニュースで見たんだけど。まあまあまあ、幸せだろうね、本人はね。ずっとプリ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 してればいいわけだから。田舎の地主で働かなくてもいいんだけど、働くことが嫌いじゃない人もいるのよ。例えば、ね、農業やってて、農作物作るの大好きって言ってる人もいるわけよ。そういう人たちって、普通に農作物作ったり、普通に牛の世話をして、毎日楽しく暮らしてたりするのよ。そういう人の方が幸せだと思う。そうきたか。否定しづれえな。そう、何もなくても幸せって言える人が強い。だから、働いた疲労感が心地いいとかさ、いや、今日も頑張ったわ、みたいなとかさ、釣りやってさ、あ、今日はすげえ釣れたんだよね、みたいな。だベーシックインカムもらっても働くってコメントにあったんだけど、っていう感じで、働くこと自体も幸せにつながるんだよね。で、そういう人の方が幸せ度は高い。要は、働くイコール超不幸せっていう人はやっぱり、いかに働かないかになるんだけど、働いてお金もらって楽しいみたいな人って、すげえ幸せだと思う。で、ただメディアに出てる人っていうのは、人に認められなきゃいけないとか、メディアって競争じゃん。じゃあ、冠番組を持ったっていうことは、じゃあ、誰かを蹴落とさなきゃいけないとかさ。で、競争関係って必ず不幸はセットでついてくるから、永遠に勝ち続ける人は別にしてね。そうすると、あれかな？やっぱり君幸せなんだね。そうなんだよ、ね。テレビ出たくないんでしょ承認欲求とかないし、別に。たまに出るの面白い、うん。やっぱテレビに出てる人たちって頭いいから話してると面白い。ほら、それ別に競争じゃないじゃん。うん。あ、カズレーザーさん面白かったね、あれはね、うん。カズレーザーさんやっぱ賢いよね、きっと。うん、優秀だよね。うん。まあでもやっぱ表に出る人って、賢くない人って見たことないけどね。まあ一時的にバットを入れていなくなるよね、賢くない人は。一発屋さんもでもね、長生きな人いるからね。うん、音楽系の一発屋の人で幸せな人いるよね。あ、いたわ幸せそうな人。誰？小室光子。あー、いた！あいつは幸せだぞあいつ言うな。あいつ言うな。若いうちに、だって音楽好きで作ってたらさ、そうだね、今もゲットワイルドのアルバムで作詞量めっちゃ入ってるわけですよ、あの人。何にもしないでチャリンチャリンですよ。あの人、あの人苦労してるんだよ、でもきっと。あの人の苦労って猫が下痢とかだよ。まあ、僕らミッコさんとは付き合い長いので、はい。はい、あ、だから、そうね、音楽とか、芸術系ができて、それが楽しいと思う人って幸せな人多い。そうだね。だって、一人でピアノ弾いて楽しいんだもん。自分に自信がある人は幸せ。あ、これ正解。それはそうだね、確かに、うん。で、自信の根拠がない人の方が強い。美人ってさ、劣化していくとさ、うん、どんどん自信が減ってくる。みんな 100% 年取って 100% 劣化するから、うん、自信がなくなっていくっていう過程を経なきゃいけないの。で、そこで、不幸の割合が増えていくわけじゃん。若い頃にあんなに楽しかったのにみたいな。うんうんうん。そうだね。往年のね、名女優さんとかはね、もう出なく引退しちゃうからね。だって大原玲子、最後孤独死だからね。きついよなぁ。で、まあ男性も男性多分いると思いますよ。だってね、やっぱり孤独死というか。まああとイケメンだったのにハゲちゃったのね。まあね。ハゲてねえからな。ハゲてねえからな。まあ、イケメンでもねえしな。そうだね。そこは確かにそうだけど。だから、割と根拠のない自信を持ってる人の方が幸せだと思う。はい。